どうもエルザです。それではレメナントやっていきたいと思います。さあ前回ねめちゃくちゃコテンパンにやられたんで、まあでもショットガンかな。ハンティングライフルとかも強化してたらありだなって思ったんだけど、まあね、胴体に一発ぶち込んでて考えると、意外とハンティングライフルでありだなーっていう気はするね。声はするんだけどね、敵の位置が全く分かんないんで。ああこれはサーチ系持ってくるのありだね。よし、まず頭やね。あとは リロードかっこいいんだけどね。おお、強えなあ、一発が強えなあ。まだ耐えれてる方なんだろうけどね。いるねー。君がね、強いのよね。やばいやばい。危ない。これ無限脇とかじゃないよね、まさかね。なんか無限脇ですかっていうぐらいめちゃくちゃ出てくるんだけど。はあ、まあとりあえずやり過ごしたけど、数やばくね？あ、なんかワンチャン来そうだね。あ、なんかある。ゾウのお守り。おお、これならどう？この化け物野郎。さあ探索も、ああ廃墟もあるのか。ここは行けるのか。
いや、まだ行く感じではないのか、それとも。まあ、ちょっとぐるって回ろう。黒い太陽ね。敵のね、声出したらね、めちゃくちゃ警戒するんだよね。強いんだよね。先制もらったらほぼ無理だし。てか、あの爆発やばいよね、放射線のね。大丈夫そう。おう、待て、ワンちゃんの声がした。ワンちゃんどこ。痛い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 。いて後ろいたのね。くえお気土産が超いて。はあ、それはちょっと下がっとかないとね。お、黄色いのがある。あれはちょっと取っといて。いやー、何こんな急に難しくなる。これは洗練されたまではちょっと強化割っとかないと。かなりきついね。声が一瞬したけど、お、これは包帯。ああ、出血が出てくるか。うん、こっち行きますか。待て待て、いきなり音がバグる。よし、終わったわ。左側やっぱ行けたのか。ほうほう。ここは？なんだ。よく来たな。君が探しているのは食料か治療薬か。いずれにせよここに来たのは正解じゃ。うん、君のような匂いは初めてじゃ。怒りっぽくも気品あるようにも感じる。どこから来たんじゃ旅人よ。そうだね、全く別の世界だよ。なるほど、君のような匂いは嗅いだことがない。君がいたところがどこであれお客には変わらん。わしの価格設定は誰にでも平等じゃ。
君は興味があるかね。ブリ、アカリ、さらには偉大な王自身の情報に。誰もワドには隠し事をできないのじゃ。王の居場所知ってんのか。あんたと取引させてくれ。交換できる品がたくさんあるぞ。そうだね、まず情報を知りたい。他のものは多くを聞く。他のものが気づかぬ秘密もじゃ。わしは多くのことを知っておる。100スクラップの代わりに情報を一つ教えてやろう。他は絶対あまり知られてないんじゃが、ブリには2種類おる。スルは大柄で頑丈じゃ。だが狩りはあまり知られておらん。取引感謝するぞ、旅人よ。超えた。商品見せてもらってだね。ああ、放射線対策はしときたいね。よく戻っ。あんたと取引。あかりはかつて不死の王の信徒であり祭司じゃった。ほう、王の側近か。王は異端者だと信じておる。彼らは間違っとる。そんなことは、わしは今ではブリが捨てたゴミに囲まれて暮らしておるが、ひょっとして彼の頭にあるのはクリスタルや装飾などではない。美や制御装置を自分に移植したんじゃ。ああ、じゃあ頭が弱点ってこと？不死の王エズランは聡明で全知。彼の欠点は自分に挑む者などおらんと信じ込んでいることじゃ。だが皆いつか死ぬ。わしから聞いたと言うでないぞ。無事に帰ってくるんじゃ。無事にね。わしは盲目じゃが、客が来た時はわかるんじゃ。なんかすごいことになってる。ちょっとだけこっち見て。いや、てかね、チェックポイントがないのよ。あ、でもすぐ近くあるね。こっち行く前にこっちだ、左だな。いやーにしてもなかなかここの敵は強いね。この辺り、あったあったあった、チェックポイント、チェックポイント。でもなー、チェックポイントまあ入るか。どうせ雑魚敵出てくるからなー、湧くんだよなー。そしたらさっきレーザーがあったところ行ってみますか。そうか、結構あれだね、ダメージ上げないと倒せないね。これも同じタワーなのかな。あー、アイテムを手に入れないとダメなのか。そしたらそうなんだよね、2箇所行けるのか。まあでもちょっと下の方行こうか。ちゃんと胴体に入ればそれなりには削れるのよね。
このゲーム一番怖いのは音飛びやな。急な音飛びはビビる。やばいやばい。どういう風に攻めてきてる？進めぬ。進める。そんなに、そんなに来たら進めんわ。いや、さらに来るね、この感じはね。まだ戦闘 BGM は終わってないからね。いや、危な。いやー、すっげえな。嫌だな。まあねー、死にゲーなんで、ねえ。やられる前提ではあるんだけど、それがエグすぎるわ。おお、飛んでった。早く早くして。ワンちゃん勢いよく飛びすぎなんだよな。逆にビビるわ。よし、OK。わー、怖え。あやつは強いやつか。危ねえ。痛い痛い痛い。こうお前。痛い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 。そこは危ない。あれ、中いなかったっけ。よし。よし、終わったわ。とりあえず一旦落ち着いたね。はあ、はあ、はあ、しか出てこで。マジむっけえな。
宝ありがたいね。てかこんだけ入り組んでると探すのも大変だな。上はオッケー。方向的にはそっちか。くたばったわね。そこまっすぐだね。よしよしよし。ワンチャン厄介だからね。痛い痛い。ふう。ああ。こんなもんかな。よし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 、なんとか抜けれたかな。いや放射線がつらい。食らったら終わるかもっていうのがね、まだちょっと試してはないから何とも言えないんだけど、意外とリロード時間長いな。使うか。よーし、まあ一応ねこの装備がちょっと待ってたら回復するんで、ビルド自体は。まあでも使用したらどうなるかなんだよな問題は。やっぱ1からか。お、もしかしてチェックポイントつく？てかチェックポイントまでが長くなったな。お？さらに置くか。あ、なんかすごい今の時代に使わない感じになってる。やったー、チェックポイント。あー、よかったよかった。はい、ということで、今回ここまでにしていきたい、したいなと思います。なんかやばそうだね、周り見るとね。まあ、ちょっと中は次回探索かな。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。